スーパーファイトアンダー60キロファイトを行います。アコーナー173センチ、 60.09グラム、 日本タンタンファイトクラブ、王様フミヤ。そのパンチもらわない、絶対にと、王様フミヤ。赤コーナー173センチ、 60.09グラム、クラッシュアンダー60キロワイルドラッシュリーグ2014王者、日本菅原道場、島野幸太郎。当てる、必ず当てると、島野幸太郎。ジャッジ千葉芳則、和田良学、勝本剛、レフリー芹沢健一。スーパーファイトアンダー60キロ3ラウンドマッチ延長1ラウンドです。さて中村さん、2人は2014年1月に対戦しているんですよね。そうですね、その時は大沢選手が結構テクニック駆使して、島野選手の突進ファイトをうまくさばいて判定で勝ってるんで、はい、まあそれから、1年ちょっとの再戦になるんですけど、お互いこうどう変わったのか、特に島野選手はあれからタイトルマッチだったり KO のトーナメント経験してかなりレベルアップしてると思うんで、はい、すごくこの試合のリベンジっていうところで燃えてると思いますね。そうですね、こちら島野対して大沢、はい、前回は大沢が判定で勝利しています。パンチ2つ3つ見せていきました。赤いグローブの島野、ハードヒッターです。さて関根さん、はい、この島野を大好きな選手というふうに好きなんですよ。2014年のね、ワイルドラッシュのリーグ戦でぐんぐん力つけてきてね、はい、もう KO の山を砕いて、気づいてね、それでそれを評価されて、60キロ の, トーナメントに出場しましたよね。この大沢選手、やりにくい選手ですね、島野選手からしたら。これどんなところでしょうか。すごい変則的で、一回体見たらそんなに強くないんだろうなと思ったんですけど、はい、ちょっとやりにくいタイプですよ、これ。すごく柔らかくて、はい、確かにその中村さん、はい、大沢のファイトスタイルというのはその離れてボクシングでというところ一つ特徴ですよね。そうですね、結構みんななかなかこう捉えきれなくてやられること多いんで、あとまたサウスポーにスイッチしたりするじゃないですか、なかなかやりにくいですよこの選手は。その島野のパンチ強いとは感じたけれども当てさせはしないというのが戦前の大沢、必ず当ててやるというのが島野です。そんな意味でも関根さん対照的で面白いですよね、はい、そうなんですよね。ちょっとメインウェザー的なところがあるんですよね、大沢選手ね、はい、ボクシングのうまいんですよね、はい、かわしたり、いや今のところでインローを大沢選手返したりとか、はい、すごくいいタイミングで蹴るんですよね。あ、タイミングがいい。今の左フックちょっと効いたかもしれないですよ、はい、まあ、膝も繰り出してくる赤いグローブの島野です。しかし追いかけて追いかけても何かいなしているようにも見せるのが大沢文也。残り時間1分。変わらず島野が追いかけますね。そう、こう下がりながら、はい、カウンターのパンチとか大沢選手出してくるんですよね、島野選手そこら辺気をつけないと、はい、また戦績上でも28戦というキャリアがあります大沢。ボディ内からテンプル、これはもう打っていくしかないということか。島野幸太郎、島野選手はあの時はもう上からガンガン打った方がいいですね。ただ大沢選手はカウンター狙ってますから。今も右がありました、今の右の狙ってますね、完全にインド、はい、中狙ってますよ、共に右がこれは強い、中狙ってるけど、大沢選手強いパンチ当ててった方がいいですね、はい、ガードの上からでも効くように効くようなパンチで、はい、一瞬島野がにやりと笑いました。破壊の美学、ガードの上からそしてボディへ、今ナイスボディですね、それでもハイキックからラウンド終了間際に攻撃を集中するというのも大沢のテクニックがあります。ロープを背にする、ここで第1ラウンドが終了しています。
この後第2ラウンドです。島野幸太郎 VS 大沢文也スーパーファイトアンダー60キロ3ラウンドマッチ延長1ラウンドです。回るよく動く青コーナーの大沢、それを捉えようと必死に追いかけていきました。赤コーナー島野幸太郎の第1ラウンド、ラウンド2。さあ中盤に入りますとなりますと、中村さん、はい、ここからですよね。そうですね、まあ、1ラウンド見る限り本当前回の対戦と、まあ、同じような展開だったんで、はい、まあ、ここからねもう1段階お互いギア上げれるかというか、もう一つ先に何があるか見たいですよね。そうですね、うん、ちょっと奥足聞かされたかもしれないですね。そうですか、島野選手、島野の方が、あのこの大沢選手すごく考えながら試合してますよ、はい、そうですね、その頭を使って戦うタイプというのは、あ、ここまでも見せつけてきたわけなんですが、いや奥足効いたな、効いた、はい、右足、いや、あの右足です、はい、そう、あのしっかりあのパンチ打たせておいてローを返してるんですよね、はい、あの島野選手は、はい、あ、今もそう聞いてます、はい、島野選手はここはパンチから膝まで返すとかローまで返すとかしないと、はい、ロー効きもらっちゃいますよ。なかなかその下半身に力が入りませんとパンチの方にも影響しますよね、島野強いパンチ打てないですね、あ、少しまたあと逆にあの意識が下に行くんでパンチももらいやすくなるんですよ、あ、そこに左、はい、いや、まさとさん、これお話の通り、なかなかうまいですよ、ね、大沢選手左フック、ただそんなにパワーはないんで、はい、パワーではパンチで島野しかも崩れた、いやもう完全に効いてますね、インローも効いてる、まあ、でも逆にあの大沢選手、あのこの前 K-1 出てからなんかすごいこうフィジカルトレーニングでパワーつけるように練習してきたって言ってたんで、戦績見ると 2KO しかないんでないかなと思ったんですけど、はい、多分そういったところ反省点踏まえてやってきてるんだと思いますね。なるほど、あ、効いてあるな、ここも関根さん、はい、もうちょっと足元からぐにゃりと曲がるようになってしまいましたね、はい、僕は大沢選手ってねパンチのイメージあったんですけど、蹴りがこんなうまかったですね。そうですね、いい蹴りしてますね。中村さん、クレバーなことを知られていたんですがね、大沢は。そうですね、やっぱ経験値というのでは去年1年間で島野選手の上かなと思ったんですけど、はい、直接対決すると大沢選手のこのなんか、クレバーさと力強さが増したのが目立ちますね、ですから分かりません。島野の方もでもこれは耐えています。島野は根性ありますからね。そうですね、あのハビエル・エルナンデスとの一戦も、おお、左ハイ、はい、2度ダウンがありましたが判定まで持ち込んでいます。島野も蹴られたら蹴り返さないとダメなんです、効いてる、あ、それでも30秒、倒れません。島野膝を上げて、これはもう明らかに苦しい、そんなサインを発しています。島野幸太郎、あと大沢選手左フックも得意なんで、はい、あれも多分狙ってると思いますね。リーチも長いですしね、島野選手、おお、右、あれなんですよ、効いていないと大沢、はい、あの足の踏ん張り効いてないんですよ、だから強いパンチ打てないんですよね。今の右もそれほどでは、やっぱ手打ちになっちゃうんですよね、はい、効いてるんで。元来の拳ではなくなっている島野、第2ラウンド終了です。さてこのラウンドの感想を改めて関根さんに伺いましょう。大沢の攻め目立ちました。大沢選手なんか変幻自在ですね、なんかアーネストホースと思い出しますよね、無知のようですよね、いやこれはでも最大の賛辞かもしれません。パンチが雅人さん、その手打ちになってしまうというところはやっぱり後々気になりますし、ローキックのダメージですよね。いや、なかなか強いパンチを効かせられないとなると、はい、やっぱり3ラウンド目厳しいですよね、ただ大沢選手、あ、島野選手下がっちゃダメですね。やはりこれ下がるとどんどん蹴られちゃうんで、はい、前出なきゃダメですね、はいはい、中村さん、それでもやっぱり島野は自分の強さ忘れてはいけないということですね、はい、やっぱり過去の試合でも結構劣勢を一発で、ね、ひっくり返した試合も多いんでね。そうですね、はい、さあ最終第3ラウンドです。延長はありますがここで全てを出してくるでしょう。特に島野幸太郎、赤いグローブですが、右ローキック、青いグローブ、大沢文也、わざと打たせてますからね、狙ってますよ、ローキックを狙ってますね、打たせて打たせて蹴って、またガードして、
なかなかパンチ力も落ちているので打ち崩すことができません。この右ストレートもそうなんでしょうか。島野選手はね、ここからあの蹴りまでつなげたいですよね。はい、膝も入るし。しかしここまではやはりこのラウンドもパンチ重点に打ち込んでいます。大沢の方は、あ、雅人さん、これですね、打たせて。そうですね、ガードして、あ、バチンと打ってボディから顔面。これ聞いたんで、顔面の島野選手のガードが下がったじゃないですか。はい、だから パンチも入りますよ。ガード下がってるじゃないですか。あの意識がもう足なんで、まあ、かなり左ロー、苦悶の表情、完全に中村さん、島野ですね。そうですね、あ、桃のあたり、さらに左、はい、やはりガードは下がってしまう。どうしても島野幸太郎飛び膝で行くんですが、あ、関根さん、ちょっとやっぱり軌道も綺麗には打ち込めませんね。根性で立ってますね。なんとか気持ちで、これもまた島野なんですが、右ボディも強い、左ボディ、島野選手がパンチ出す時の右足を見てもらうと分かると思うんですけど、踏ん張りが効いてないのが分かると思うんですよ。そうするとやっぱり強いパンチ出ないですよ。また今もこれ嘲笑うかのように逆の足、うん、はい、大沢の老練なテクニック、そして積み重ねの戦い、あと1分、島野よく立っている。右ストレート、中村さん、でもこうなると3つ目の KO 大沢は目論んでいるんでしょうね。そうですね、はい、ここは倒さないとダメなところですね、はい、一気に行かないと。今行かなければ大沢、はい、蹴ってこい打ってこいという大沢、左に、はい、島野はやはり前に出る。それでも力はそがれている、左ロー、飛び込み様、右フック大沢、これは愚直なまでに拳は島野、左ハイ、前蹴り。いや、関根さん、もう何でもできるという大沢ですね、はい、さらに右前蹴り、左フック、それでも島野は耐えに耐えて、さあ大沢はもっと攻めたい、バックブロー、当たったが威力は半減しているのか、試合終了です。なんか大沢選手28勝14勝、このなんか戦績がちょっと嘘みたいですね。これ実はそうなんですよね、 2KO というところですよね、結構あのキャリアの最初の頃とか、 なんか練習嫌いで、なるほど、あんまりなんか練習しないまま試合したりとかしたとか言ってたんですけど、はい、まあ多分そういったところがね、その戦績に出てるかと思うんで、まあ、力、潜在力あると思うんで、またこの K1 参戦機にね、こう強くなるきっかけを掴んだのかなと思いますね、はい、今日の試合見て。いや、だって大沢選手の体見てると鍛えところ満載ですよ。そうです。満載ですよ。はい、さあ、とりあえず判定です。ジャッジはな、29対28、青大沢。大沢1票ゲットです。ジャッジ千葉30対28青大沢、ジャッジ松本30対28青大沢、以上、判定は3対0、大沢文也、島野幸太郎のリベンジを許しませんでした。 K1 初の星です。雅人さんからは興味深い言葉もあったんですけど、ね、いや、本当にこの選手鍛えれば全然どんどん強くなると思いますよ。まだまだこれから、まだまだ本当に伸びしろたくさんです、はい、いや、これは関根さん、はい、一番面白いところといいますか、大沢がこれから、大沢にもこの言葉ぜひ聞いてもらいたいなというような。そうですね、あと両方の足を蹴れるっていうね、はい、選手久々また見ましたね。ローキックうまいですね。そうですね、頭もいいですよね。そこですか、頭いい、はい、やはり中村さん、はい、レベルアップしてくるともう問われるところは、そうですね、細分化してくるんですね、はい、まあ、逆に言うとその前回 K1 のプレリミナリーファイトでこう持ち味出せなくて悔しい思いしたっていうのが、はい、もしかしたらこう上昇するこう気持ちに火をつけたと思うんで、まあ、ここからまた期待ですね、大沢選手。確かにそうですね、ご指摘の通り、そのフィジカルトレーニングというところですよね、はい、こう
練習サボらずにこれから頑張ってもらいたいと思います。天才肌だというふうにも聞いています大沢文也。ここからまた K1 での戦い楽しみです。